能白山神社は、新潟県糸井川市大和の尾に鎮座する神社。式内社、沼川神社の論者の一つである。正式名称は、白山神社。沼川姫命、伊佐謡命、大名淵の命を祀る。沼川姫命は、糸井川市を中心とする、地域一体で信仰されてきた女神である。古事記に記載されている、大国主名との旧懇談、婚姻談、国土経営のために、 大国主名と死なのに移った話などで知られている。古くは、新潟県の西首引郡一帯が、沼川省と呼ばれていた。白山神社の周辺地域には沼川姫命に関する伝承、行事が多い。市内、大和島道には、大沢岳から流れる島道側から少し山側に入ったところに、沼川姫命の産女と伝えられる大きな岩穴がある。 またその下流域の証券には証券白山社があり、その祭人は、伊佐奈義命、大名虫の命、くくり姫命である。証券白山社演技によれば、岩穴は大名虫の命が高市の沼川姫命のところに向こう入りした時の館ともいう、大沢学には浸さ山が連なっており、これは大国主明が求婚のため沼川姫命のもとに通った道として語り継がれている。 山頂までは1088段の石段が続く。戦前の修繕法山改修遺書では、主神天皇の11年11月初馬の日に、早々されたと伝えられている。岩礁天皇の時代には、大長大師が深く崇拝し、仏像を安置し、社号を白山権限とした。観光年間には、加賀白山神社より分霊して旧社に合祀した、農山太平寺法公院は、 白山権限の別堂として栄え、一時は七、動画欄を有し、七十五の抹者と五十予防を置いていた。古くから言い伝えられている、沼川姫命と女虫の命の神話をもとに、行われる、脳沼川祭りでは、嫁入り行列、古代脱穀、精米の儀、餅つきが行われる。春季大祭は、毎年四月二十四日に行われ、地元では、能祭りとして知られている。 11曲の部学と四士舞が回れ、最後に行われる、両王の舞は、初春の夕日を背景に、真紅の衣が生える。部学は1973年に、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選択され、1980年に、能の部学として、国の重要無形民族文化財に指定された。本殿は三権者流れ作り武器。 正面に一軒の後輩をつける。栄昇12年に建造され、室町時代の特色を残す。1958年に国の重要文化財に指定された。宝物殿には重要文化財の木造青函論立像や重要有形民族文化財の船絵馬、戦学等が収蔵されている。車窓である小山は姫春ゼミ生息地の北限と言われており、1996年には、 日本の音風景百選に選定されている。重要文化財桜材の一木像、平安時代後期の作、頭上の田草周囲には11面観音像に見られるような頭上面を植え付けていた痕跡がある。現状では、肩から先の腕の部分は結失しており、複数の腕を剥ぎ付けていた痕跡が残る。ただし、剥ぎ付け部の仕口は、千珠観音像のものとしては小さすぎ、元は、 左右に肘ずつ、四、肘を有する十一面観音像として増流されたものと推定される。十一面観音はに肘像が通例だが、白山の本寺物として増流された十一面観音像の中には四、肘像の例がある、重要有形民族文化財船へま、船学を含む、えまの元となった船は、はがせ船と呼ばれる、重要無形民族文化財天然記念物、 新潟県指定有形文化財糸川市、指定有形文化財交通アクセス周辺、ありがとうございます。